野上さん、こんにちは。ワッキーです。さあ、今ですね、池袋は東口にやってきてまして、このチャンネルで約2ヶ月ぐらい前に紹介しました、おそらく日本一であろう焼肉ランチ食べ放題の激安店、後ろにねお店ありまして、牛三堂というねお店で紹介したんですけども、2000円でしかも炭火焼きで焼肉食べ放題が味わえるこの牛三堂さんで、アラカルトで食べてみたらどうなのかなっていうね、まあ、今日は普通にオーダーして一人焼肉で堪能していきたいと思います。いや、約2ヶ月ぶりに来ましたけども、めちゃくちゃ安いでしょこれ。焼肉は焼肉といえどね、ちゃんと牛肉ありますからね。ホルモンだけとかね、豚だけとかそういうのじゃなくて牛肉もありますから。ということで店内入ってきまして、今日ね日曜日なんですよ。でさっき店員さんに聞いたら、牛三堂さん週末に限りなんだけど、食べ放題じゃなくても時間制限で一応100分あるみたいです。混み合ってなければ融通ちょっと効くかもしれないですけど、そこだけ要注意かなと思います。で前回のランチ食べ放題これです。トクトク食べ放題税抜きで2000円、結構時間的にはタイトだったんですけど、まあ、それでも満足できたんですよ。まあ、自分の場合は撮りながら食べてるから、それだとねやっぱね60分は結構厳しいですよね。まあ、普通の人はね動画撮ってないから、まあ全然これで大丈夫だと思うんだけどね。まあ、それでも世話しない感じになるけど、でこの2000円の食べ放題とその上のやつが2980円で、これの上が3980円で、一番上のやつが5480円、これはプレミアム和牛食べ放題が入っちゃってるやつだからちょっと値段するんだけど、ただね単品でも安いですよ。これ新鮮ホルモンコーナーなんですけど、一番安い食べ放題の中にも入ってたかな。この価格がさ安いでしょ。これほとんど牛ですよ。豚と鶏も混ざってるとは思うんですけど、あこれも牛レバーでしょ。安いよねこれで、あと牛三堂さんの名物この壺のやつね、これ前回食べ放題の時に最初に運ばれてきたやつなんですけど、で今回はここかな、特選和牛。この辺を何品か攻めていきたいなと。一人だからそんなには食べれないけど、まずはこれになるのかな、生上タン塩、タン塩でしょ。それからドリンクは今日この後打ち合わせがあるんで一杯だけ飲みたいんだけど、まあソフドリにしときましょう。気の知れた仲間なんだけど、まあ仕事だからね、アルコール飲んでどうもとは いけないからね。まあ黒ウーロン茶あたりにしといて、であとめちゃくちゃお得なの見つけた。 A5 ランクの黒毛和牛カルビがなんと税込みで1000円切ってます。これかなり安いね。まあ他はちょっと特上とかになるとね金額グッと上がっちゃうんですけど、ダイヤモンドカットハラミこの金額で、厚切りミスジステーキ、あと厚切り特上タンもこの価格です。都心だとこれ2000円普通に超えちゃうから、まあ安い方ですよね。焼き物、あとは刺身、ユッケありましたね。桜ユッケ、ユッケじゃないな、ユーケになってんな。これは間違えてんのかな、ちょっとわかんないけど。海鮮物、それから肉の盛り合わせ、韓国人気メニュー、それからスープ、ご飯。あれ前回は炭火だったじゃないですか。そうですね、全部ガス。あ、そうなんです。じゃあランチ食べ放題もガスのロースター。そうですね、全部ガス的な味だ。この2ヶ月で変わったんですね、はい、あーそうだったんですね、はい、ということみたいです。お箸のところはね炭火焼肉って書いてあるんですけど、でもこれ変わったばっかなんでしょうね。ということで一発目、生上タン塩をやってきました。生ってついてるから冷凍はされてないと思います。生タンが、1000円ちょっとで食べられますね。これ税込みだと1078円なん で今回は追いキムチにしました。いつもね白菜が多いんで。いやこれ色合いもいいんじゃないですか。あーいいねいいね。まあ、これ1人前の量来るから、やっぱりちょっと一人焼肉だと量的にね大丈夫なのかなっていうね。2人だったらいっぱい注文できるんだけど、だから一人焼肉の弱点、特にまあ俺みたいに動画撮ってるから、やっぱ一品でも多く紹介したいってなると、ちょっと一人焼肉だとまあ限界がね、まあ、大食いの人は別だけど。で今これ網に置いて3、40秒ぐらいかな。あ、こんな感じです。あ、火力強いね。あ、いい感じいい感じ。はい、あれだね、1分もしないうちに、あ、かなりいい感じです火力は。で、追いキムチをいただきます。あ、うん、おいしい。
うん、甘辛って感じですね。あとこの生上タン塩、厚みがね結構ありますね。ペラペラじゃない。これなんかほらちょっと厚み伝わるかな、こんな感じ。結構厚いよこれ。レモンダレで、でネギを、うまいね。あとやっぱ厚みがあるから食べ応えがしっかりあって、これ贅沢なタンだね。これ厚切りにちょっと近いですよ。これなんかすごいね、分厚さが半端じゃない。いやこれ1000円ちょっとでしょ、1100円いかないでしょ、これお得だわ。おあ、いいね。激安食べ放題でもこうやって単品のやつはしかも生でしょ、半端じゃないクオリティだね。いいね。でお店のね店員さんが日本人の方はちょっとまだ見受けられてないですよね。どこのお国の方かちょっとわかんないですけど、まあアジア圏なんですけど、うん、うまっ、厚みが、いやこれ食べ応えのある生タンだな。わかるかなこの厚み。いや牛三郎さんいいじゃないですか。厚切りじゃないのに異例のカッティングです。あ、しかもこれすげえ切りやすいな。しかも油がめちゃくちゃ出る。ワッキー TV はあのこれからもね再訪問のお店もどんどん行きますんで、やっぱね1回だけじゃねお店を全部紹介できませんからね。あ、チェーン店しかり、新規のね初めて行くお店ももちろんどんどん行きたいですけど、うん、次は A5 ランクの和牛カルビです。1000円切ってますよ。すごくない？焼きに関してはあの全然申し分ないですね。火力かなり強いです。ガスは結構まんべんなく焼けちゃうから焼きにストレスが全くないですね。おお、ちょっと待って、これ1000円切ってんだ。あ、これはすごいわ。米食いたくなるな。あ、うまっ。でちなみにねライスはこの価格ですね。小中大でちょっと小にしようかなと思います。そして次はこの上ハラミ 100g で1078円、上ハラミオンザライスでいきたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。でちょうど米が1枚のさ厚みこんな感じです。ちゃんとあるでしょ、オンザライス。ちょっと追いキムチなんかもねつけて、あーもう最高。いいじゃないこれ。うまいですね。ただ僕個人的な意見で言うと、牛三郎さんのご飯炊き加減がね普通よりちょっとやわめぐらいなんですよね。まあこれは好みなんで何とも言えないんですけど、自分はもうちょっと硬いご飯の方が好きですね。うん、まあ悪くはないんだけど、もしかしたら日によって炊き加減違うかもしれないけどね。いやこの A5 和牛カルビはやばいですね。そしたらね上ハラミの 100g がやってきました。色合いいいですよね。おそらく下味はもみだれかなんかが、ハラミもいい感じなんで、タレにたっぷりつけてオンザライス。ハラミ柔らかいのと結構さっぱりしたハラミですね。あとやっぱり1枚の厚み、ポーションがやっぱちょっと大きめだね。ここは単品と食べ放題で分けてるかもしれないけどね。あ、俺個人的にはこの上ハラミも美味しいんだけど、さっきの A5 の和牛カルビの方が好きかな。結構なんかあっさりしてるねこのハラミは。このハラミは塩コショウ、ちょっとねこのタレントこう置いて塩コショウを振っといた方がいい。あ、うんうん、
辛みはこれ食べてこいです。でちょっとここでね、久々にコメントをご紹介したいなと思いまして、ちょっと嬉しいコメントで、初コメの方、ユーザー名というかね、ハンドルネーム出てこないんで名前が分かんないんですけど、ずっとワッキーさんの動画を追いかけてやっと最新の動画に追いつきました。初コメです。チェーン店や個人経営のお店も全部美味しそうですね。いろいろ見てきた中でも、肉動画がやっぱり最高です。これからも動画が上がるのを楽しみに待っています。でもつい夜中に見てしまうとお腹が空いて寝れなくなってしまうと。いや、こうやってね、過去動画をこうなんか遡って見てくれて、で今最新の動画に追いつきましたみたいな、なんかまあめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、この発信者側からしたらね。で自分過去の動画って膨大な数上がってるから、どんだけ時間使って見てくれたのかなと思うとね、まあこれやっぱ嬉しいですよね。ちょっとこれからはね、隙間時間見ながら、まあ毎回は難しいかもしれないけど、ちょこちょこね、嬉しいコメントをまたご紹介していきたいと思います。前はね、毎回必ずコメント紹介してたんですけどね、最近全然やってなかったんで、ですので皆さんからのねコメントはもう全部見てますんで、どんどん書いていただけると嬉しいです。そして白トロホルモンがやってきました。これもお店の方曰くめちゃくちゃ人気だということで、ちょっとキャンプファイヤーがね始まっちゃうかもしれないけど、皮面からまあ、今日はノンアルだけどさ、やっぱりホルモンを押してるお店に来たら、これはちょっと食べときたいなと。ああ、油が多いやつはレモンダレでいってみるっていうのも、あ、うまい。ということで牛三道さんの冷麺やってきました。変わった入れ物だよね。なんかこれだけ見ると冷やし中華っぽく見えちゃうんだけど、麺はさっき店員さんに聞いたら 150g って言ってましたね。キムチのタレの味がちょっと濃く感じるかな。スープだけ飲むと酢の感じが楽しめて、まあ、全体的にちょっとキムチ冷麺っぽい味付けですね。ということで池袋東口の牛三道さん、やっぱり自分の中ではあの A5 の和牛カルビ、税込みで1000円せずに食べられてしまうという、で味も美味しかったですし、まあ、他にもねいろんなメニューあるんだけど、まあ、ちょっと今回1人っていうのもあるしね、都心で食べる和牛の価格よりも300円から400円ぐらい安いですね。ここは池袋駅東口出てね、ちょっとここね奥なんですよ。歩いて5、6分信号待ちとかあるとねもっとかかるかもしれないけど、ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。皆さんからの再訪問リクエスト、あとはまだ行ったことないお店のリクエストも引き続き、いけないお店もありますけどね、コメントを書いていただけるとありがたいです。それでは池袋東口で一人焼肉でございました。またね。